スタージョンは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。スタージョン旧原子力潜水艦の一番艦。艦名は長ザメにちなんで命名された。その名を持つ艦としては、サーモン旧潜水艦六番艦以来三隻目。スタージョンの建造契約は1961年11月30日に、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社に与えられ。 1963年8月10日に寄港した。1966年2月26日にエヴァレット・ダークセンプ人によって命名浸水し、1967年3月3日に艦長カーティス・ビー・シェルマン・ジュニア・チューサの指揮下収益する。1ヶ月の回復訓練後、4月3日に成長巡航を開始、東海岸を下ってプエルトリコへ向かった。 グロトンに帰還すると信頼性試験を及び訓練で過ごし9月18日に出航、作戦活動に従事した。2週間後に帰還し第2回発グループに配属される。1968年1月22日、スタージョン級とパーミット級の相対的な有効性を評価するため5週間の対戦水管戦演習に参加した。 3月3日に3ヶ月の成長後信頼性試験を始める。作業は6月に完了し、スタージョンはアゾレス諸島の近くで沈没したスコーピオンの捜索に参加した。7月、8月は海外配備の準備で過ごした。9月から11月にかけて海外に展開した後、 12月から1969年2月まで新型のソナー探知システムの試験を及び評価を行う。3月に海軍兵学校を訪問し、5月から7月まで猛訓練を行った。スタージョンは4月に1968年の活動功績による主勲部大賞を受賞した。スタージョンは8月と9月に艦隊潜水艦演習に参加し、 9月29日から10月31日まで海軍作戦部長のためのプロジェクトに参加した。12月には1969年の活動功績により2個目の主君部大賞を受賞する。訓練及び準備期間の後、スタージョンは1970年1月29日から4月8日まで展開した。5月及び6月には航空機による対戦戦術及び 兵装の評価を支援した。7月1日から26日まで潜水艦演習に参加し、8月15日から9月1日まで音響講義を行う。10月5日、グロトンでのオーバーホールを開始し、作業は1971年10月5日まで継続した。ドックに入居中の1970年12月、スタージョンはその年の功績により、主君部大将を受賞した。 10月にオーバーホールを完了すると、スター・ジョンはニューロンドンを拠点とする第10潜水船体に配属される。回復訓練及び成長巡航を10月6日から12月15日までかけて行い、12月16日から1972年1月16日までは維持調整期間を過ごした。その後2回の対潜水艦船演習に参加。 グロトンに戻ると3月6日から5月7日まで、信頼性試験が行われた。7月15日まで会場公務を行い、続いて、ソナーシステムの試験に従時、試験は1972年12月半ばまで行われた。スタージョンは1973年1月1日から4月2日まで、奈良ガンセット湾海域での沿岸活動に従事した。4月3日に、 カリブ海の艦隊兵器試験海域に向けて出航する。5月21日、セントクロイ島の近くで10ノットの速度で座礁し、艦首部分を損傷する。修理のため6月4日、グロトンに到着した。作業完了後1973年7月17日から10月1日まで、沿岸での活動に従事し、その後ポーツマス海軍交渉で艦首の本格修理を行った。 作業は1974年4月22日に完了し、会場公務の後スタージョーンは母校に戻り、10日間の維持調整期間を過ごした。その後8月13日まで作戦活動に従事し、続いてバージニア州ノーフォークに向けて出港、大西洋即応演習1から75に参加する他の部隊と合流した。ニューロンドンに帰還すると沿岸での活動及び、 海外配備のための準備を行った。スタージョンは11月29日に出港し、第6艦隊との半年に及ぶ配備のため地中海に向かった。地中海には1974年12月9日に到着した。スタージョンは1994年8月1日に退役し、同日除籍された。スタージョンの船体はワシントン州ブルマートンで、 原子力艦再利用プログラムに従って解体が始まり、1995年12月11日に作業は完了した。1995年9月15日、ワシントン州キーポートの海軍水中博物館でピュージェットサウンド海軍造船所からスタージョンのセール部分の移転を祝う式典が行われた。セール部分は現在博物館の駐車場で展示されている。 ありがとうございます。